フレドリック・ケイリー・ロビンソンはイギリスの画家である。ロンドン・ハウンズ・ロークのブレント・フォードに、株中外人の息子に生まれた。ロンドンの私立の美術学校、ストリート・ジョンズ・ウッド・アート・スクールで学んだ後、1885年からロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術学校で学んだ。イギリスの海岸を写生旅行した後、フランスに渡り、 1891年から1894年までパリの私立美術学校アカデミー・ジュリアンでウィリアム・アドルフ・ブグローやガブリエル・フェリエールに学んだ。パリではポール・ゴーギャンやピエール・ピュビス・ド・シャバンヌの作品に影響を受けた。特にシャバンヌの装飾的なスタイルはロビンソンの作品にも見られるようになった。その後、イタリアを旅しフィレンチェでジョットディ・ボンドーネや アンドレア・マンテーニャ、ミケランジェロの作品を研究し、壁画の技術を学んだ。1902年から1906年の間はパリに再び滞在した。1906年にイギリスに戻り、コーンウォールで活動した。1911年から王立水彩画家協会の展覧会に出展し、1926年まで毎年出展した。1914年に ロンドンに移った。同じ年に、グラスゴー美術学校の教授に任じられ、毎年数ヶ月をスコットランドで過ごした。この頃から、ケルト神話を、徳の題材に選ぶこともあった。コンペティションで選ばれて、アイルランド国立美術館などの壁画を描いた。王立水彩画家協会の展覧会の他に、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会、ニュー・イングリッシュアート・クラブの展覧会、 グラス号美術協会の展覧会などに出展した。舞台美術の仕事や書籍の差し絵も描いた。1911年に王立水彩画家協会のフェローに選ばれ、1921年にロイヤルアカデミーの巡回員に選ばれた。ありがとうございます。